アイアンフィストは2017年から2018年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。マーベルコミックの同名キャラクターをもとにネットフリックスが制作したスーパーヒーローアクションドラマでマーベルシネマティックユニバースに属する作品である。出演はフィン・ジョーンズ、ジェシカ・ヘンウィック、トム・ペルフリーなど。2017年3月17日に第一シーズン。 2018年9月7日に第2シーズンが配信され完結した。15年前、飛行機事故で死んだと思われたダニーランドがニューヨークへ舞い戻る。ダニーはカンフーの使い手アイアンフィストとなり、謎の組織、闇の手に立ち向かう。アイアンフィストのキャスト。ジョーダン左からフィン・ジョーンズ、ジェシカ・ヘンウィック、ジェシカ・ストループ、ラモン・ロドリゲス、サッシャ・ダーワン、ロザリオ・ドーソン、 デビット・ウェナム、シモーヌ・ミシック、アリス・イブ。各シーズン前は一斉配信2013年10月、マーベルテレビジョンが4つのドラマシリーズを準備しており、ネットフリックス、アマゾン、WGN アメリカが関心を示していると報じられた。数週間後、マーベルとディズニーは、アイアンフィスト、デアデビル、ジェシカ・ジョーンズ、ルーク・ケージを中心とした実写シリーズを、 ネットフリックスに提供すると発表した。第1シーズンは批評集積サイトのロッテントマトズに84件のレビューがあり、批評価支持率は20%、平均点は10点満点で4.24点となっている。また、メトクリティックには21件のレビューがあり、過重平均値は37、100となっている。第2シーズンはロッテントマトズに47件のレビューがあり、 批評化支持率は55%、平均点は10点満点で5.69点となっている。また、メトクリティックには6件のレビューがあり、過重平均値は39、100となっている。ありがとうございます。